姉さん、本当に姉さんだったのか。待って、ジェパード、聞いて。保証から報告を受けた時、何かの誤解だと思っていた。侵入者が姉さんを人質にしているのかもしれない。姉さんの侵入とキンクの警報は無関係なのかもしれない。そう思っていた。だが、姉さん、侵入者から離れ、ゆっくりと僕の後ろに来るんだ。姉さんと彼らは違う。ごめん弟、私は彼らの味方をするって決めたんだ。数分間だけちょうだい。数分だけでいいから、ちゃんと説明する。もういい、セイバル。ここがどこなのかよく分かっているはずだろう。ここはランデュー家が最もよく知る場所であり、烈海に抵抗する最前線、ベロブルグの平和を守る中心的な要塞だ。ここにいるシルバーメイン、ここにいる全員がいつでも民たちのために犠牲になる覚悟をしている。ベロブルグのために血を流す準備はいつでもできている。だが、姉さんは犯罪者をキンクに連れ込み、僕の仲間を傷つけ、エネルギー中枢を乗っ取った。ここまで来て未だに過ちを認めようとしない。ランドゥの名にふさわしいと思うのか。あんたはどうして私がここにいるかわかる。私たちはカンパを取り除き、烈海を封印する方法を見つけたの。それがこの世界が生き残る最後のチャンスかもしれない。それが本当ならどうして大守護者様に報告しない。どうしてこそこそキンクに入り騒ぎを起こす。あんたにはわからない。私たちが真実に近づくのを阻止しているのはカカリアなんだ。姉さんとそこの3人は直接大守護者様に会っている。あのお方に考えを認められなかったからといって好き勝手にするのか。聞いて、チェパード、烈海の誕生と蔓延は正確に関係がある。検証者の記録にある隕石、それが正確のことは知っている。姉さんの後ろの罪人たちはそのために来たんだ。大守護者様はすでに真実を教えてくださった。その者たちには別の魂胆がある。剣奏者の宝を盗もうとしているんだ。大守護者様は早くから僕に警告されていた。姉さんは奇抜な考えを持ち、禁忌の知識に触れ、ベロブルグに災いを呼び込むと。だが、僕は姉さんを信じていた。民に対する忠誠を信じていた。それなのに、シルバーメイン整列、彼らを捕らえる。烈海のモンスターはいつ襲ってくるか分からない。この者たちに割く時間はない。禁忌は真実が隠されているからこそ禁忌なんだ。カカリアは私がそれらの知識を知ること、真実が明るみに出ることを恐れている。世界を救うために私たちは一か八かの賭けに出るしかなかった。もういい、私が言いたいのはそれだけだ。あんたが信じるかどうかは私には関係ない。どうせあんたの姉は昔からわがままだ。嫌いな物事や人には反抗する。決めたことは最後まで突き通す。その説明は裁判官の前でしてくれ。今、受刑官として命令を下す。シルバーメインの禁区を生み出した犯人を捕らえろ。これは子供の頃のお遊びじゃない。姉さん、手加減はしない。砦の故障はまだ直してないんだ。大口を叩かないでよね、弟。はあ、交渉しようとしてもいつも最後には必ず戦いになるってうちは言ったよね。無駄な抵抗だ。下手に動く。
即戦即決といこう。うちがいるんだから負けないよ。争いに意味はない。集中しろ。恐れることはない。は殴ったね。下がれ。始めるか。うちの出番。動かないでね。今祝福してあげるから。どけ。騒ぎを起こしたくはない。これで終わりだ。逃がさない。頭を冷やすと。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決と行こう。お前の番だ。うちがいるんだから負けないよ。静止虚実一年のマナリ同点銀儀超無一角。ふっ、揺らぐことなし。殴ったのね。今去るのなら見逃そう。手加減はしない。この機会を逃すな。君らはこの力についてな。星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。始めるか。ああ、ルールは破るためにある。うちに出くわすなんてついてないね。続きは俺に任せろ。頭を冷やすといいことが。こいつ打たれ強いわ。こんなに手強い相手は初めてよ。なんかどうやっても勝てそうにない感じ。あいつは頑固だからね。討論だろうが喧嘩だろうが決めたことは死んでも譲らない。本当に可愛くない弟なんだから。もういいでしょジェパード、周りを見なさい。立ってるのはあんただけだよ。僕一人だけでも屈服はしない。俺たちは力ずくでお前を制圧しようとは思ってない。そのような服従に意味はないからな。そうだよ。うちらの目的とあんた、セーバル、ブローニャの目的は同じ。みんなこの世界を守ろうとしてる。それは損誤なんじゃないの？敵対する理由なんてないじゃん。ジェパード、弟、ここまで来たんだからそろそろ柔軟性を身につけない？たとえよそ者のお友達を信じられなくても私を信じてよ。あ、もしかしてお姉さんの信用はもうそこを尽きたかな。だブローニャ様。言うべきことは全部言ったからね。
弟よ。何をするべきかは自分で決めなさい。私はシルバーメインの自衛官で、第守護者様の命令を遂行するのが責務だ。だが、ブローニャ様は事実上の前線指揮官だ。軍機では前線の指揮と後方の牽送車の指令が対立した場合、そのまま待機して指示を待つことになっている。シルバーメインにとって大守護者様の命令は至高で絶対だ。だが誓いの中には彼女の指揮と同じくらい重要なものがある。ベロブルグのみんなでしょ。民を失えばシルバーメインも存在意義を失う。烈海のモンスターとの戦いはソンゴのためだ。だが君たちとの戦いは今は何のためかわからない。拡大し続ける災いを本当に止められるのなら、ベロブルグの人々は君たちに恩義を感じるはずだ。もし君たちが真の目的を隠すため嘘に嘘を塗り重ねてブローニャ様と姉さんを利用しているのなら、僕がクリフォトに誓って容赦なく君たちに制裁を加えよう。嘘なんてついてないわよ。保証する。君がゼーレか。いい腕前だった。だがシルバーメインの戦法とは違っていた。信じるかどうかは気にしないけど、この人たちは確かに仮想部でたくさん活躍したわ。大勢の人が保証してくれるわよ。わかった。このまま北に向かうのなら完全に侵食された烈海を越えないと反対側の雪原にはたどり着けない。次の襲撃が来る前にシルバーメインは少しは時間を稼ぐことができる。シルバーメインのことをかなり誤解していたようね。認めなきゃいけないわ。彼らは毎日生き延びるために戦っていた。遅延と同じように、違うのは私たちは自由のために戦い、彼らは命令を執行しているだけ。考えを改める。言うのは簡単だわ。誰もが自分の苦労があるのに顔も合わせられないままでどうやってお互いを理解するっていうのよ。もちろんだいぶ前に理解したわ。でも私が思うに、彼女に必要なのは他人からの理解じゃなくて自分の心の中にある壁を乗り越えることよ。あのジェパードと同じようにね。私にはわかるわ。彼は相当な覚悟を決めて武器を下ろした。嵐の音が聞こえる気がするわ。壁の向こうから伝わってきて人を不安にさせるの。セーバルの言葉が正しいといいんだけど、あのおかしな守護者がブローニャに危害を加えてないことを祈るわ。ほら、兄弟間のわだかまりはこうやって思い切り喧嘩した後に解けるんだ。もういいよ、これ以上謝られたら耳にタコができる。私に言わせてみればこの件は遅かれ早かれ起きていた。あんたたちは行動を前倒しするきっかけをくれたの。何？実の姉と弟が真剣勝負で思いっきり戦って仲直りするのはダメ？
冗談だよ。舞台を離れてから私と弟は会話をするとき意図的にデリケートな内容を避けてきた。今思うともしかしたら私の気持ちを汲んで黙ってかばってくれていたのかも。私の性格だと弟はだいぶ苦悩したはず。本当に大変な思いをさせちゃった。そうだよ、性格を直接見たことがないけど、それのせいで喧騒者からの安定した職を失った。全てを清算する時が来たんだ。実は他にも一個だけやりたいことがある。カカリアに私は正しかったって証明したいんだ。性格の問題を解決したら彼女も昔のように戻るかもしれないでしょ。今言うことじゃないね、忘れて。このまま北に進み続けるのならあの地獄を抜けなければならない。でも違う角度から考えると私たちにとっては実力を試すステージみたいなものだね。ステージに上がる準備をして、そして一緒にこのパフォーマンスをやり遂げよう。いい感じだ。キンクの門が開けば向こう側のモンスターたちが一斉に押し寄せてくる。シルバーメインにできるのは可能な限り敵を足止めし、君たちのためにわずかな時間を稼ぐことだ。だが君たちが前線を突破した後は僕たちに手伝えることはない。北部の裂海がどのような場所なのかは君たちが直接確かめるしかない。覚悟はいいか？わかった。武器はしっかりと握るんだ。きっと厳しい戦いになる。シルバーメイン、命令だ。門を開け。毎日こんな攻撃を受けてるの？ああ、見慣れる程度にはな。シルバーメイン、隊列を組め。シルバーメインに仮を作るなんてごめんよ。来たね。迎撃準備。争いに意味はない。痛い目に遭いたいのか？退く。うちなかなかやるじゃん。ね、あっち行って。任せろ。生死虚実、異動天元気、超無一角。はっ、始めよう。君らはこの地生徒し、君らに選ぶ余地はない。即戦即決と行こう。はい。こいつらキリがない。数が多くてもただの雑魚よ。引いちゃダメ。真面目にうちのとっておきを食らえ。任せろ。退け。始めるか。ルールは破るためにある。だから言ったでしょ、ジェパード、まだ砦は直してないんだから無理しないで。これはまだ
第一波の敵だ。奴らはすぐにまた集まってくる。僕はお姉ちゃんの言うことを聞きなさい、シルバーメイン。一目見ればわかるわ。まだ傷が痛むんでしょ。よそ者たち、ゼレちゃん、次の攻撃が始まる前に早く行って。え、セーバル、うちらと一緒に性格を探しに行かないの？弟がこんな状態なんだ。さっき思いっきり懲らしめたから、これは私の責任。それに私が手伝わないと次の戦いはどうなるかわからないでしょ。私も本当はあんたたちと一緒に行きたい。ずっとこの目で見たいと思っていた性格が目と鼻の先にあるんだから。でも私はランドゥー家の娘だ。弟とシルバーメインたちを残していくことはできない。だからそっちは任せるよ。あんたたちならきっとできる。私はあんたたちに希望を見出してるんだ。カカリアが気づく前に性格を手に入れて。性格がどんな見た目か写真を撮るの忘れないでよね。約束する。安心して、うちらはすごいんだから。烈海の活動が活発になっている。ヤリイロ6に何か変化が起きているだろう。俺たちは動かなくていいのか、姫子。3人を信じましょう。これは彼にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの、ベルト？あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。今回の冒険の思い出はあの3人に譲ってあげましょう。君は彼らが安全だと判断している。そうだな。ええ、アイオンや指令レベルの虚数反応はないわ。安心して、若者の部隊に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。ここがジェパードの言っていた烈海なの？外縁通路が受けた侵食とここを比べたら天と地ほどの差があるな。セーバルは性格はベロブルグ北部の雪原の中に隠されている可能性が高いと言っていた。そこへ行くにはまずこの迷路のような烈海の出口を見つけなければならないようだ。あのさ、ここなんか不気味じゃない？さっきからずっとたくさんの目に見られてるような気がするんだけど。ここ嫌な感じね。鳥肌が立つわ。今の俺たちには案内人もいなければ正確の位置を示してくれる観測手段もない。慎重に進むしかないな。だが悲観する必要はない。烈海の汚染が強ければ強いほど根源に近づいている証拠だ。気をつけろ。不用意に烈海の中のものに触れるな。これはブローニャの。そうよ、まさか、まさか彼女はもうここにいるの？うわ、ねえ、あれ見て、あれってブローニャじゃん。え、なんでカカリアもいるの？いや、あれは彼女たちではない。あれはある種の残影か。烈海が複製したエネルギーの残滓のようなものだろう。じゃあ二人は確かにここに来てたってことだよね。どうやら二人はあっちの方向に向かっていったみたい。ちょうどいいじゃない。道案内がいなくて悩んでたところよ。私たちも行きましょう。
て。裂界に侵食された物体は不安定な可能。裂界の深部にはやっぱり。ここがどのような場所なのかまだ教えてくださらないのですね、お母様。700年前、ここはかつてベロブルグの北の境界線であり、アリサランドが初めてシルバーメインを率いてレギオンに対抗した古戦場だ。今となってはただの廃れた回廊で、あらゆる場所に旧世界の残滓が漂っているだけだがな。だがこれら断片的な表象に惑わされるな、ブローニャ。約束が果たされる日、この廃墟は新たな世界の苗床となるのだ。お母様は本当に正確の約束を信じているのですか。あれは壁の外に吹雪を呼び裂界を生んだ。そして私たちの文明を破滅に追いやった。そして私たちの祖先はその破滅を受け入れないという過ちを犯した。天外から侵入者が降臨した瞬間から世界は死の宣告を受けたのだ。だが性格は私たちに一筋の希望を与えてくれた。新たに生まれ変わるには対価がいる。旧世界の痕跡を消し去り無意味に生きながらえることを諦める、これが性格が示す対価だ。約束が果たされたら、ブローニャ、私たちはもう生涯をかけてこのハイドを守る必要がなくなる。貴様と私はハイドから新たな世界が誕生する瞬間を目撃することになるだろう。この装置すごく複雑ね。彼女たちはどうやって入ったのかしら。やっぱそう簡単に行くわけないか。そうだ、さっきの空き地にエネルギー中枢に似たものがあったよね。戻って調べてみようよ。この門と関係があるかもしれないし。俺は裂界深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが。だが？他に方法はない。七に陥れて後行くだ。へえ、理性的な炭鉱でも冒険精神に妥協する時があるんだ。どう？装置は反応した？でも門はちっとも動いてないね。他にもあるんじゃないかしら。ああ、この装置の作成者が他の人間を簡単に通らせたくないのは明らかだ。引き続き他のエネルギー中枢を探そう。
これで万全だ。いや、争いに意味はない。即戦即決といこう。うち、なかなかやるじゃん。ルールは破るためにある。あのモンスター、エネルギー中枢を守ってるみたい。そのようだ。妙だな。烈海のモンスターは人造物を破壊するはずだが。みんな、今の音聞こえた？きっとこの装置も解除されたんだ。よし、次のを探しに行こう。次の装置は…あったわ。あの門の後ろよ。スイッチがない。何とかして回り込むぞ。こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。痛い目に遭いたいのか。この機会を逃すな。ついてないね。生死虚実、同天元気、超無一角。この銀河はあらゆる形で無事解除。お前に一つ聞きたいことがある。前に言っていた夢のことをまだ覚えているか。今は目が覚めているのは分かっているが、夢の中の声を再現できるかどうか試してみてほしい。これは俺の推測だが、お前が聞いた声は性格が何らかの方法でカカリアに送ったメッセージかもしれない。お前にもそれが聞こえるのは、おそらくお前の体内にあるものがこの世界の性格と共鳴しているからだ。え？それって性格同士は離れてても通じ合うってこと？そんなの初耳なんだけど。
これまで性格を体内に宿した人間はいなかったからな。じゃあ何？私たちは自分から罠に飛び込んでるってこと？そうだ。そしてブローニャはおとりである可能性が高い。炭鉱の推測なら十中八九間違いないと思う。でもそれが分かっても今さら引き返すのは無理だよ。どうせ後戻りはできないんだし、カカリアに圧倒されないよう準備をするべきね。待ち伏せされてるから何？私は負けないわ。ブローニャを助けてカカリアをボッコボコにして、性格とやらを粉々にしてやるんだから。なかなか面白いな。対岸に行きたいのなら、もう一度桟橋を回転させて回り込む。君らはこの杖と死、君らに選ぶ余地はない。この銀河は動ける。成功だね。すっごく大変だったけど、これで門の装置は解除できたはず。これも残影なの？そうだ。どうやらこの裂解はカカリアと特別なつながりがあるらしい。何度も繰り返し彼女の姿を再現している。わかりません。もしお母様が言うことが真実だとしても、この数百年の間に在位してきた守護者たちは皆性格の呼びかけに抵抗しています。お母様は彼女たちが間違っていたというのですか？まだ理解できないのか、ブローニャ。ここに正解や間違いなどない。あるのは人類の傲慢と浅知恵だけだ。私たちの祖先アリサランドを含め、彼らはこの文明を存続させるために命を燃やし、そして静寂に沈み、その記憶は吹雪に散らされた。彼らは生涯人類の勇気を称える賛美歌の編纂にかまけ、星空を見上げる時間を設けなかった。千年という歳月は星空の中の偉大な存在にとっては一瞬に過ぎず、小さな種族の功績など何の価値もないのだ。私は彼女たちの二の舞を演じ、自分を憐れみながら絶望の道を歩むつもりはない。耐えるのが徒労なら新たな始まりを選べばいい。しかし孫悟のクリフォト、かのアイオーンはお母様の言う偉大な存在ではないのですか？ベロブルグを守ってきたのはかの神の力ではないのですか？孫悟が人類をまともに直視したことなどあるか？あれは幻想者の独りよがりの妄想に過ぎない。貴様は真の偉大なる声を聞くことになる、ブローニャ。そして私の選択を理解するだろう。
まるで別世界だね。あそこの机と見張り台、ここにもシルバーメインが駐在してたのかな。そうだとしても長らく放置されている。もしかしたら貴重な情報が隠されているかもしれないが、残念ながら俺たちに辺りを探索するような時間はない。また見たことないタイプのモンスターだ。俺たちがいる場所を考えれば、新たな敵が出現しない方がおかしい。どんな化け物かなんてどうでもいいわ。私たちの邪魔をするなら叩きのめすだけよ。そろそろ決着をつけないとな。騒ぎを起こしたくはない。任せろ、退けて即戦即決と行こう。うちの出番。リュウ、始めよう。君らはこの地生徒し、君らに選ぶ余地はない。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。はっ、ふん、始めるか。痛い目に遭いたいのか。ルールは破るためにある。この敵、これまでのモンスターと全然違かったね。劣界が生み出したものだって知らなかったら、人間と戦ってるって勘違いしてたかも。見境なしに破壊行為を行う下等な劣界生物とはまるで違うな。自分の意志を持ち、高度な戦術を使いこなしているように見えた。見て、ブローニャとカカリアの残影、二人もここを通ったみたい。え、それって正確に近づいてるってこと？おそらく北部の雪原にかなり近いところまで来ているのだろう。なかなか面白いな。最初の守護者はここでシルバーメインを率いて戦い、大きな犠牲と引き換えにほんのひとときの休息を得た。しかし異世界から来たレギオンは疲れを知らなかった。彼女はすぐに生身の人間がこのような強大な敵に立ち向かうのは不可能だと悟った。絶望の中で彼女は正確に意識を向け、最初の願いをかけた。その後に起きたことは貴様も知っているだろう。つまり、カンパは人類の願いによって生まれた災いだった。
皮肉だろう。性格はただ人類の願いを叶えただけなのに、我々はその後数百年にもわたりそのことをひた隠しにしていた。さらにはあれを使って性格を制御しようと試みるなど、情けない上に笑える話だ。あれ、この世界に属さない技術で作られたもの、旧時代の会社と喧騒者が性格を収容するために用いた抑制器だ。貴様が多くの疑問を抱いていることは知っている娘よ。もう少し待って、すぐに全ての答えを得られるだろう。今去るのなら見逃そう。頭を冷やすと。静止虚実一年同天元気超無一角。ふっ、はっ、うちの出番、うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。争いに意味はない。貴様らの敗北は決まっている。続きは俺に任せろ。手加減はしない。君らはこの力について星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。即戦即決といこう。動かないでね。今祝福してあげるから。今去るのなら見逃そう。頭を冷やすと。うちに出くわすなんてついてないね。うちがいるんだから負けないよ。どけ、騒ぎを起こしたくはない。罪人よ、極寒の審判を受けるがいい。続きは俺に任せ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。静止虚実一年の同天元気超無一角。今去るのなら見逃そう。手加減はしない。動かないでね。今祝福してあげるから。争いに意味はない。ああ、ルールは破るためにある。
続きは俺に任せろ。頭を冷やすのに、君らはこの力に星が砕け散る様を見るがいい。生と死、君らに選ぶ余地はない。即戦即決といこう。お前の番だ。うちの出番、うちがいるんだから負けないよ。今猿のなら下がれ。始めるか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。約束された世界。ちょっと、あの階段、もう進める道はあれだけよ。この先がどこに繋がっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。こんなに早く終点に着きたくないな。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまり、ブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの。恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。ううん、楽しく終わる時もあるよ。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だがどうしても避けられない時はある。つまりあんたの初めての開拓の旅は超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけどやめたわ。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。そうだよ、楽しい冒険にはもともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて、信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。